チャオ、あちゃんです。今日、10月の、6日、日曜日、あちゃん家の晩ご飯はローストビーフにしようと思って買ってきたお肉を焼きます。めんどくさいでね、もうパッパッと手で食べます。はい、でこれ足らんかったらね、まあ、豚のももとか鶏とかあるんで、なんか適当に焼いてね、これとりあえずね 500g ぐらいあるね。500ってちょっと足らんかもわからんねんけどね、焼いて持っていくよりも焼いて食べて足らんだもう一回焼くっていう方が、あの焼きたて方が美味しいんでね、それでいきたいと思います。では、作っていきましょう。まずね、お野菜、お野菜はまずキャベツ、キャベツをね、日曜日はね、手抜き、ちょっとお腹減った今日はね、なんか知らんけど、ほんまはね、やりたくないの、どっか食べに行きたいの。今日、視聴者さんに聞いてね、ライブやったね、裏チャンネルで、気づいてくれた人は来てくれてたと思うんだけど、気づいてくれへんかった人はね、ちょっとね、残念だな。今日は結構楽しく裏チャンネルでやらせてもらいました。来てくれへんかった人、残念ですね。ってぐらい、いいライブでした。はい。まあね、そのライブでね、教えてもらったんやけど、焼肉特急って言って、電車みたいな焼肉屋さんがね、貸し払いできたって話を聞いとって、ちょっと行きたいなと思って、まあそんな話をしとったら、肉が食べたくなってね、もうローストビーフに買った、なんだろう、肉焼いちゃおうってことになってね、ほんまに。で、まあ、適当、こんな感じでね、はい、焼肉屋さん風にキャベツの盛りで、ちょっと辛いかな。大根ちょっと辛いなって食べるにはね、まあいや、うわ辛いなこの大根、ふーってぐらい辛いね。ちょっとこれ子供にはしんどいかもわからんけど、まあまあ一応持っていきましょう。皮が辛いんちゃうか、いや、そんなことない、辛い、やばいか、大根減らそう、これはちょっと売れんわ、半分ぐらい減らすわ、辛いからね、辛くて食べへん。見てこれ、極太きゅうり、
うん、すっごい、おいしいな、キュウリは。キュウリは間違いなくおいしいよ。ね、野菜スティックをスティックにしといて食べるでしょ。こんな感じでね。大根辛いわ。ちょっとやばいな。ダメやったら明日また。時間置いたらね、多分美味しくなると思う。うん、くるか。へったまぐ。決めた、へた喜んで食べるのに。まず。口直し。うん。うん、ときよりまぐいわ。芯の辺はいいんで、この辺は美味しかったんで。うん、ほんとこ。ナイスティック。じゃあね、お肉を切っていきましょう。牛ももブロック。あれ捨てたんや。明日まで月曜日なのに、ムカつくだろうか。よいしょ。はい、牛ももブロックどう切ろうかな。あんまりね、変な切り方すると、半分、一口くらい、うん、一口だよ、がいいかな。これでしょ、うん、バツこれに厚みある方がいいよね。豪快です。こんな感じね。で、こうやって、焼きます。では焼いていきましょう。とりあえずね、塩。塩パパパって。たらんだら後でお塩します。軽くね、こう塩をまぶして。塩を軽くまぶして、まぶして。で、焼きましょうか。
今日焼いていきましょう。油中火で。こういうくっついたところをね、ちゃんとやってます。麺に焼けたら、もうそれで OK やけどね、中まで熱くがね、焼き上げても赤いところがね、表面に赤いところがなければもう芯が飛ぶんで大丈夫なんです。逆に焼きすぎると美味しくなくなるんで、中がほら赤いぐらい、レアぐらいが一番いいんでね、お肉って。これでね、表面で大体色変わってきたら、もう一回ね、フライパンを当てて、前にね、飛んで。今、調べていけることじゃないのね、軽くね。ふわりにね、慣れてきてますから、水が出てたら、これでね、多分いけてると思うよ。うん、おいしい。食べましょう。